日ごとの糧、2021年11月23日。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな、力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌をもって楽しまれる。セファニア書3章16、17節。シモン・ペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。ヨハネによる福音書21章3節4節。人間的に考えたら、絶望しかないように思われる状況の中で、神様は希望の光を届け、神様ご自身が共にいて、私たちの存在を楽しみ、私たちの喜びも悲しみも共に味わい、私たちの存在を喜んでくださると、ゼファニアは書いています。一方、新約の言葉ですけれども、イエス様の死後ほぼ絶望状態になっていた弟子たちが、イエス様の弟子というプライドを捨てて昔の仕事に戻ろうとしているという状況ですね。まあ、ボスがいなくなってしまったことによる絶望感、無力感というのはとても大きく、ペトロの発言はその落胆が感じられるものになっていると思います。ところがイエス様はそういう弟子たちを軽蔑せず、すべてご存知の上で彼らのそばにやってきました。まあ、彼らはその時には気づかないんですけれども、でもここにも、神様は決して信じる者を裏切ることも捨て去ることもしないというメッセージがあるように思います。で、このヨハネの福音書の終わりの方では、弟子たちがイエス様だということが分かって本当に喜ぶ。まあ、その前に、魚がいっぱい取れるという出来事があるんですけどね。まあ、どちらの聖句にも、こう、なんて言うんでしょうね。神様が私たちを見捨てないという空気。まあ、ゼファニアの中には神様が私たちを喜んでくださるという表現がありましたね。問題は、私たちがさっさと結論付けて、もうダメだとか、神様だってもう私のことなど忘れているとか、神様の大きな愛を心から排除してしまっているということがあるかもしれません。神は私たちを見放さず、見捨てず、共にいてくださいます。どんな時でもです。そして神様は私たちを喜んでくださっていると聖書は言います。あなたの存在を神様は大いに喜んでおられる。神様があなたに向かって毎日いてくれてありがとうを伝えてくださっているのだということなんですよね。忘れないようにしたいですね。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな、力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前の上に喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。シモン・ペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。こういう出来事の真ん中に自分を置いてみて、何か、覚えていてもらえてるなということをしみじみ味わうことができたらいいですね。祝福ありますように。